山田決算会。ということでね、えー、始めていきましょう。こんばんは、山城と申します、えー。山田決算会ね、えっ、ー、と、2023年の9月の分をね、えー、やっていこうと思いますよ。えー、まあ、もう、今はね、これ。 あれになってますからね、速報の方に入ってるんでね、ちゃちゃっともうやっっととやてていこうと思います。速って書いてありますからね、速って書いてあるのにね、そんな時間かけてたらおかしいんですからね、ただね、なんかコンテンツ数をね、なんか増やしたんでね、なんかあれ、トータルの作家再生時間、お前、えぐいことになっとるぞっていう、なっとる可能性はね、やぶさかではないんですけどね、なるべくね、 ささっとね、終わらせてね、終わらせて、このいとちょっとね、えー、ちょっともう一つね、えー、ちょっと余裕をね、済ませないといけませんからね、ということでございますので、ちゃちゃっとね、やっていきたいと思いますよ。早速ね、見ていきたいと思います。2029年の、ですから8月分のデータですね。と、えー、いう形でございます。まあ、6月、7月とね、えー、かなり、えー、厳しい数字が、えー、続いていたなあというところでね、8月、えー、どういうふうになっていたのかというのをね、見ていこうと思います。まずはねニニコニコどこ からね見ていきましょうか。よいしょ。150%。これ、出ていきたな。で、えっ、ー、と、ニコニコ動画がよっこいしょと、えー。こんな感じでしたよと。8月がここですね。えー、再生数は1818、えー18えー、ということで、だいぶ、えー、戻しました。というか、だいぶ、えー、あれですね。 2,000再生近くまで戻りましたね。で、えっ、ー、と、コメント70、グッド79、えー、投稿数は66、まあ単純にちょっとほ投稿本数が増えた分、対応できたかなということでございます。これはね、えー、また YouTube のね、ところでも話をしますけど、えー、YouTube の方で、えー、1日5本投稿っていうのはね、8月ずっとやってました。えー、その兼ね合いで、こっちの、えー、ニコニコ動画に投稿する動画も、えー、増えてましたよということでございますね。えー、その兼ね合いで、その分、まあちょっと 再生数も増えたのかなという形でございますね。で 収益の方はね、金額はどうだったかというと、1193円ということで、金額、額面としては、ちょっと、なんとかもう一回1000円台戻せたなということですね。よかった、正直1000円いかないかなというね予想だったんで、ちょっと厳しい数字かなと思ってたんですけど、なんとかえと収益としては1193円入ってきました。ありがとうございますということでございますね。 まあちょっと懸念点とすれば、再生単価に関して言うと0.65ということなんで、ちょっとここでは下がり気味だなということで、多分ね、なんでしょうね、コメント数、グッド数、より、で、この辺りは増えてるんですけど、やはり、ですか再生数自体よりもこっちの、この辺りの数字ね、コメントやら、コメントが結構 こう大きい比率占めるのかなでこの辺り良かったところってえー、やっぱグッドとコメントが伸びてるところですもんねそうですねうんだから再生数はここよりもこう えー、1200円もこっちの方とか、あ、でもこっちの方とかも参加はあれか、あでも参加で言うと一番高いところが3.34、このあたりでしょ。そうですね。やっぱ再生数、あんまり、えー、よりも、えー、やはりグッド数ですね。えー、とか、こっちの方とかが結構影響があるのかなという感じがちょっと読み解けるのかなって感じますね。コメントが相当重要そうですね。やはりニコニコにおいては。えー、という見方ができるかなと。 いうところでございます,、ね、ですので、あの特にニコニコで、ねえー、ご覧いただいている方はね、ねぜひコメントをね、あのー、あのね、ぶっちゃけね、本当にね、あダランとかね、あのマイナスコメントでもね全然ねあの大丈夫なんでね、まあ、あのー、ニコローの方ね、ね、えー、そういったのはね、比較的、えー くったくなくね、書きやすい環境には、えー、なってますからね。やっぱり YouTube だとどうしても記名式なんでね。まあ、それでもやはり誹謗中傷でね、あのわーと問題になってますけど、結構ニコ動だとね、えー、そのあたり、ちょっと感覚が違いますね、やっぱし。あっていうのがあるし。まあ、うちもともとニコ動の方で雇った兼ね合いで、えー、比較的、えー、そのあたり、えー、 何て言ったらいいのかな、えー、ズボラというか、体勢がついてるって言ったらいいのかな、えー、っていう感じなんでね、えー、あれですけどね。まあ、1 1 9 3入りましたということですね。ありがとうございます。えー、動画アナリティクスはあんまり関係ないかな。 そうあ、ちょっとね、ここの画面変わりましたね。そういえばニコニコ、あ、えっ、ー、とね、ガレージっていう風になって、えー、投稿が全部生放送から収入窓口とかサポートツールとかも、えー、全部、えー、ここのところにね、 えー、まとまって出るようになりました。こんな感じでサポートツールとかも入って、えー、動画投稿に、ね、役立つような、えー、やつとかも全部まとまるようになった。これ結構使いやすくていいですね。えー、という感じですね。で、えーと、シリーズはいろいろとありますよということですけど、えーと。これはちょっと9月に入ってからのデータなんであれですね、えーと。全動画レポートにしてあげよかな。で、カスタムで、よいしょ。8月1日から、 31日までのね、データを見ていきましょうと。まあまあ見た通りで、まあこれはなんで、ちょっと、夏、えー、休み後半とかでね、ちょっと再生は入ってましたけど、まあ全体的にはあんまり、えー、伸びてないのかなというところですね。えー、動画別で見ると直近30日、えー、伸びてる動画は、よいしょ。再生数順の変動値で見てみると、えー、ちょっとね、えー、変わってきますけど、 えー、こんな感じで、桜マウ、えー、あ、えー、あれかさ、えー。桜のやつが、えー、採折が伸びてるんですね。200生いってんだ。へー、これ、8月の後半に上げたやつですけどね。結構伸びてますね。というのもありますね。他は、そこまであれかな、19とかなんで、こいつだけ、なんか、ドンときましたね。なんかな、広告は入ったっけな、注入、あ、収入。 戻るえー、ですと再生数順のとあれ分からんくなったよしまあいいやえていう感じですねえー、さあということで 今日時で、まあ、見てましたけど、まあ、ニコニコ動画はこんな感じですね。動画の詳細等はまたちょっと YouTube とでかぶってるんで、YouTube のところに、ね、まとめてどんと、えー、やっちゃおうかなと思っております。 まあこんな感じで、まあ、コンテンツとしてはね、やはり、えー、今ね、えー、ずっとやって、あ、ちょっとこれ先のやつが見えちゃってますけど、この動画が出るときは、この辺りが見えてないか。まあまあまあ、シリーズとしては一緒ですね。VS4、えー、日市シリーズ、えー、でやってますんでね、えー。これもね、タイトルね、ずっとね、どうしようかなって悩んでたんですけど、えー、結局なんか VS4 日市でなんか落ち着いてますね。えー、こういう形ですね。 最初はこの、えー、長たらしいね、〇、え、〇、ー、説みたいなやつでずっと行こうかなと思ってたんですけど、なんかね、えー、もうちょっとね、キャッチーにね、わかりやすいのないかなってことでね、えー、やはりね、えー、VS、えー、なんとかとかね、こうなるのが、ね、対決、対決予解とかも考えてたんですけどね、なんか、バーサスの方のがなんか、えー、パッと、えー、目につくかなってことで、こっちにしましたよとかね、ありましたね。 えー、そんなところがあります。まあ、そのあたりとかも、またちょっと YouTube の方のレーターを見ながらやっていきましょうか。うん。基本一緒ですからね、こっちの方でオリジナルで上げてるのは、今、現状ね、ちょっとね、準備もしたいんですけど、えー、今ね、また9月、えー、がですね、えー、1日3本投稿ということで、まあ、だいぶ数減らしましたけどね、1日3本で、なんとかね、1日3本はね、ずっとね、タクトで入れたい。これちょっと、えっ、ー、とね、この YouTube の後にも、ちょっとそのあたりの戦略の話もしたいんですけど、 ちょっとそのあたりの兼ね合いでね、本、正直3本じゃ足りないんですよね、えー。一応ね、やはりね、制作上は、えー、一番いいのは本投稿、最低5本投稿から6本ですね、1日5本から6本投稿で、えーと、比率がちょっと変わりますけど、ショーツをね、やはり4本上げた方がいいなというのが。 まあちょっと正直ね、それはさすがにちょっと現状、えー、あまりにも時間が、えー、ちょっと、えー、タクと回せなさすぎるんで、えー、そのあたりとかはね、難しいところですけどね、というところですね。と、えー、いうことで、まあニコニコ動画はそんな感じで、まあなんとか1000円台に戻しましたよという感じでございましたということでございません、ね、あ、収益のあれ、これね、みたいなが収益まだ落ちてるで、えっ、ー、と、奨励金で、 直近で申請認識は屋であって、今月の獲得予定えこれいいのかな、これだと今月のになるか、先月のデータが、えー、は入ってないのかな、入っていないけど、8月分のデータが、えー、受け収入に見た方がいいかな。 で、見てみると、うんと、今月、8月に多かったやつとかっていうのはあんま出てこないか。えー、っと、あんま出てこないですね。うん、っていう感じで。まあでもね、結構やっぱ古い動画も、えー、累計でね、えー、入ってるなっていうのがありがたいところですね。という感じかな。よし。 8月、先月のねデータがね見れたらいいんですけど、ね、なかなかうまいこと見れないんで、ちょっとその辺りはね、えー、まあ、こんな感じ、まあ、今月もちょっとちょろちょろっとデータが入ってきてますよどことなんで、月末に、ね、じゃあ取ればいいんですけど、月末だとまだ金額が確定してないんでね、えー、ちょっとその辺りもね、なんかもうちょっと見やすい,い,い方法ないかなとはね、ちょっと思ってますけどね。 えー、という感じでございますね。まあ、ニコニコ動画、こんな感じでございました。えー、一番大きいのは結構このガレージの画面が変わったのが一番大きかった気もしますね。で、えー、ニコニコ動画の方もまあ一応1400本、長老まで行ってるんですね、えー。という形でございます。やはりちょっと YouTube と、ね、比べるとコンテンツ数が、えー、かなり少ないなとっていうところになってきますけど、とはいえね、ニコ動画だと1400本っていうとかなり えー、投稿本数は多い方のチャンネルになるとは思いますんでね、えー、その辺りもね、もうちょっと、えー、本当はね、もうちょっとね、その、えー、余裕ができてきたらね、えー、こっちのオリジナコンテンツとかもやっしたらいいんですけど、この後話す、ちょっと、えー、優先順位の高いのがね、ちょっといくつかあるんでね、ちょっとその辺りはまだすぐにはできなさそうかなというのが、課題かなってところですね、ニコドコの方はという形でございました。ニコドコはこんな感じ。で、次は、 YouTube ですね。YouTube の方を見ていきましょう。えー、そうすると YouTube どんな感じかなっていうと、YouTube はここですね。えー、アップロード数、投稿本数が、えー、165本。い、えー、きましたね、えー。2月のあの、ちょっと、あの、一気にあの、ショート動画をね、ボーンと上げた、えー、あの、164本の、えー、ところを超えて、多分最多ですよね。165、さすがに。 うん、YouTube では最大あのニコ動はねあの、過去動画をね、YouTube に上げとったやつを全部アーカイブを一斉投稿して、1日に160本でね、上げる、えー、動画とかありましたけど、えー、YouTube では新規、これはね、新規の動画でね、165本。まああのフル 動画の、ね、あのアーカイブのねあのフル尺にねリ,メリマスタリングした動画とかもあるんで、えー、全部それがまあ5作品ぐらいあるのかな完全オリジナルと言えるのかというとあれですけどまあ一応ね自分たちのところで作ってるやつで、えー、一応ね再確保してやってるんでまあ新作として165本となりましたで、えー、再生回数は22,404ということで、えー、一応 まあ作戦通りにはいきましたね。えー、投稿本数、ねえー、量で勝負するという形でい、えー、った結果、えー、一応2万2000再生までいきましたので、えー、2万2000再生いったのはかなり久しぶりなのかな。えー、これ、相当ってできたっけえっ、ー、とね、どっかで相当ってなかったっけな。ツール、えー、データのフィル スライスだから一番並び替えがいかねえんだえー、と一番多い二22404やからそうですね大丈夫ですねえー、これが一応過去月のね月間では、えー、最高の再生回数を叩き出しました 再生時間はどうなのかな ?357.5 はどうかな ?478 とかあ上がありますね。トップ 400あ,あ、ここか。えー、1 4000再生いってる時で、なんだ、あ、エスカレーターがガーッと伸びてた時ですね。えー、ですから、多分、えー、単純にその視聴維持率とかそのあたりの兼ね合いで、えー、再生時間が伸びてたんでしょうね。えー、という形でございますね。まあ、そこでいくとここの357.5になってる、まあ、理由は結構明確で、えー、やっぱショーツが圧倒的に、えーえー、再生回数を稼いでいるという、比率になっているというのが、まあ、原因と見えますよね。 まあ実際ちょっとデータを見てみましょう。2万2000再生ということで。 361.4ということで、時間数もね、あ、これは8月のデータになってますね。ちなみに、あまりに投稿数が多かったもんで、前半のデータ範囲がうまいことされないという、ちょっとバグが出ておりますけどね。登録者数は12人増えました。まあ、アップダウンがアリーノの中で12人まで増えたなというところですね。期間の上位コンテンツを見てみると、 え圧倒的にえショーツショーツショーツでまあえー5つえーとジョイサンドのねえ動画がこれやっぱしねずっとねもう2020年なんで3年前のねデータなんでもう実はジョイサンドも新しい機種が出たんでねまたその辺りもね新機能のね解説とかもやりたいんですけどねちょっとまだ私も触れてないんでというかねカラオケ屋さんに行く時間がねえー ちょっとあまりにね、なかなかね、今24時間営業のところがね、どんどんなくなっちゃったんでね、えー、余計にね、ちょっと行きづらい。というか、まあ今もう、あの帰ってきて動画編集してね、えー、3時間ぐらい寝たら、もうねそ、また仕事で行ってって感じで、なんとかギリギリね、えー、今回のね、ハイパフォー、あの、コーヒーの 回転ねなんとかね回していきたいなというところなんで、えー、まあ正直歌を歌ってる暇が <laughs> あったら動画の作成本数もっと増やせよということになりますんでねストックは取ってありますんでね実はあもう、うん、ストック自体ショーツも今50本ぐらいあるのかな、えー、50本ぐらい、えー、ストック作ってあって未編集のやつも含めるとね、えー、あって で、50本で聞かないのか。10月まで毎日日本投稿、えーと、10月頭まで文を作ってあるから、丸と30日分あるでしょ。っ、え、て、ー、ことは、60本はすでに編集済みのがあって、で、えー、プラス30本、えー、未編集のデータがあるから、90本くらいは今ストックあるのかな。えー、っていう形ですね。で、えー、で、なんだ あとは、えー、ロング動画もね、まあ、言うてまだ四月のやつしかあげてないんで,で、お盆にもね、取りに行ったりしたのがあったので、えー、動画の投稿あの、実はストック自体はね、だいぶ増えてます。えー、ですのでね、本当はね、えー、ロングもね、一日二本投稿をね、ずっとやっていきたいぐらいなんですけど、なかなかね、あの、 えー、ちょっと仕事がね、忙しいっていうのは正直ありますので、うん、3本あげるのがなかなかいっぱいいっぱいかなというところですね。えー、というところですね。うん。ですのでね、ちょっと。 なかなか、えー、と他のことをね、してないんで、なかなかね、そうするとねあの、結構雑談とかすることもないし、まあ、どうなんでしょうね、夜中の3時とかがあるのもね、やっぱり、別に防音室じゃないんでね、うち、えー、あんまり大きな声でね、話し続けるのもよ、夜中にはね、夜中の3時とかなんでね、さすがにね、良くないかなってんでね、まあ、その時間にね、編集をしてっていう感じですんでね。 えというところですね。まあ、動画としてはずっと本動画をやっとって、まあ、たまにフルのやつも、ね、入れてたんで、それで6本になったりもしてましたけど、というところですね。8月、ね、実際ちょっと月のデータを、15日、えっ、ー、と、え,、ね、え15日前半、後半に分けたら出てくるから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 8月1日のデータが出ないんじゃないか、出ないんじゃないか、10日までしか無理だ、ねえー、で、見てみると、まあ、えっ、ー、と最初は、ね、サブの、この辺りはサブかでずっと来とったんで、あのある山リゾートに行ったやつの帰りとかですね。で、えー、ショートに関してはもうずっと。えー えっと、もぐもぐのね、えー、動画がずっと続いてますけど、これもちょっとね、ちょっと問い方とか変えたのが多分10月頭ぐらいになって、あ、10月の半ばか、えー、ぐらいからね、ちょっと、えー、さらに、えー、ちょっと工夫凝らしたような形に変えていくというか、まあ、それまでのもう,もう取り終わっちゃってるんでね、えー、っていう形ですね。で、えー、フル動画とかも上げてましたという感じですね。うん。で、えー とこの辺りも全部サブちゃんで、あー、ミョウガタハムネットとか、これ結構伸びてなかったっけなあんま伸びてなかったっけああ、伸びてないわ。えー、ですね。これなんかも良かったですけどね。ミョウガタハムとミョガタハム。まあ、えー、この時はね、あの買ってきた、えー、食べとった時に、まだもくもくになってなかったんだよ確かあの チャレンジって言ってあの、タイムアタック、おにぎりを何秒で食べるかというタイムアタック動画みたいな感じになってましたからね。そうだんだんタイムアタックは形骸化して食べるだけの動画でね、たただって、それが、えー、完全にタイムアタック形式がなくなって、えー、食べる動画にだけになって、そこから食べるだけの動画から、えー、食べ物紹介を下に入れるようになって、で今後の一応ね、ネタバレとして言っとくと、えー、もう食べる動画が完全にちっちゃくなっていきます、今後。えー えー、ちっちゃくなっていて、まあ、1月の中旬以降、あ、持ったとか、えー、その、えー、ちっちゃくするのに対応したね、撮影方法になってないんでね、まだ。えー、そのあたりの部分とか考えるとだ、10月後半ぐらいなのかな中旬から後半ぐらいから、えー、ちょっとそのあたりとかいじった動画が出てくるかなというところですね。で、決算会の動画は、まあ、これはもう伸びなくていい。22再生ですもんね。まあ、こんなもんですよ。という感じですね。 で、えー、ずーっと来て、牛虎行ったりしとった、四つ弁に戻ったやつですね。四つ弁に戻って、えー、ずーっとやってますよと。で、このあたりとかは6本あるのは1、一、えーと、4つ弁、あー、補助にフル動画も入って、フル動画がありましたからね。えーえー これは、えっ、ー、と、終わり一の宮城と三日市の宮城、間違えちゃったシリーズのやつですね。えーと、こが上がってます。こんな辺りとでね、そのことだけもね、もっと一緒にしたいしね、やりたいネタいっぱいあるんですけどね。まあ、いかんせん編集が、えぇ、ー、ネタ、あの、時間があればね、本当に1日4本投稿。 5本投稿で、えー、全然あの動画のネタ的には撮影って回すことが、ねえー、できるんですけどね、ただ、あの要はその仕事がなければね、なんですけどね、仕事しないことにはね、動画の資金源というかね、生活できなくなっちゃうんでね、そらたいはね、ちょっと、まあ、なるべくね、ギリギリまでか、えー、っつめてね、えーえー、リソースはね、 えー、時間と、えー、お金とね、リソースは、えー、最大限ね、えー、投入はしていくんですけど、まあね、2貫戦ね、えー、貧乏人なんで、えー、マックス投入してこれですよね、と、えー、いう感じですんでね、残念、えー。という感じですね、11から20日は、えー、とどんな感じだったかっていうと、十一から二十日ね、 で、10時から20日になると、えっ、ー、と、4粒がずーっと続く。次のシリーズってなんか来たっけえー、このあたりも、うん、そうのね、4粒がずーっと来とるし。実はね、ただね、ちょっとね、懸念点としては、このあたり、あの、えー、ここはファミリーマートの動画がね、ちょっと公約とか言ってますけど、 えっとね、なんて前は、前、上げ始めた頃は、これ、1000再生超えるやつがたまにあったんですよね。月に2本ぐらい。えー、っていう、1000、え、超、ー、えっていうのが出なくなってきているっていうのは、ちょっと懸念点ではありますね。えー、いや、結構懸念点ではあるかなというところですね。よいしょ。 で、ええー、このあたりは4つ上のシリーズがずっと続いて、これからシリ,シリーズに行くまだ河原田,田にいるな。ええー、こっから新シリーズ。いや、まだ、あまだ、んいや、鈴鹿崎と序ノにから、まだまだ先か。ええー、中瀬子一定なんでね。そうですね。まだずーっとしばらく行ってましたね。まあでも、度の頃はね、今ほど暑くなかったんで、ね、まだね、えー、全然。 良、えー、かったですもんね。うん。歩いとっても、確かにちょっと汗をかき,かきましたけど、歩いとったらね。えさすがにね、今年の夏はね、歩き企画はね、ちょっと、あのーひ、控えましたね。さすがにちょっとね、あまりに暑すぎましたもんね。これ続くとね、夏場の撮影は相当厳しくなりますよね。まあ、しっかり、もう、台風前来ちゃいましたしね。 えー、夏は、どっかで言ったっけ、あんまり雑談してないから、その近況報告みたいなのしてないですもんね。えー、まだね、ちょっと、えー、広島の方に、ね、行こうとしとったら、ええー、と、タバタがあって、全然違うところに行きましたんで、えー、またそのあたりもね、チェックしてもらったらな,なと思いますけど、で、えー、とっと、ずっと4粒やって、4粒やって終わるのあ、そっか、ここから桜舞うか。 えー、お花プロジェクトが始まります。24日からお花見プロジェクトで、前にね、桜咲く桜桜、えー、何でしたっけ、桜咲く桜桜神社んなんてう、桜咲く桜神社桜神社、えー、合格祈願の旅っていってね、四日市の山城にある、えー、桜神社に行って、そこから岡崎とかを経由してね、えー、あれですね、岡崎経由して豊橋行って、 でそっから鳥橋からまた乗りあのから電車に乗り換えて、えー、静岡に行ってね、えー、静岡の清水の方にあるね、えー、作人社行ってきましたよという動画でしたねあの時のやつであれですね最近ちょうど東海オンエアさんの動画であの岡崎行った時にあのエクボードっていうところで食べてましたけどあそこで私もスタンプカードねもらってきましたけどあのスタンプカードがなんか今ねあの なんか、スタンプカード集める企画ねてりょうさんがね、あの、ちょうど集めとてとかあって、ああ、エクボードや、っていうねありましたね。まあ、あのー、岡崎で、あの、うちが行ったり店舗とまた別でしたもんね。うちは、あの、あアピタのね、北の大門の方にある、えー、秋の方へ行ってましたけど、えー、あれ、なんじゃのな、なんじゃでね、なん、なんじゃは別だ。えー、あれは、えー 岡崎の、ね、イオン、えー、ですね、岡崎の,イオンの、えー、ところにね、えー、入ってるらしくてだからそっちの方に行ってたみたいですね。うん とかっていうのがあります。あの、三河地域に何で舗もあるみたいですね。エグボート。あのー、ホームページのね、リンクがその時の動画とかに貼っつけてあるんでね、またあれですけど、えー、調べたらね、また出てきますからね、というところですね。で、えー、あとは、えーと、鉄道行って、ここのね、垂水鉄道、桜、きれいでしたよね。これだけちらっと見てみる。えー、これは車窓、全面テーポやから、ショーツだとこっちの方がいいか。よいしょ。 78まあ、まずまずとはなってますけど本当にここのねやつは綺麗でしたね高階駅ってところでちょうどねこのね列車の通る上のところに桜があるんで列車が通るとちょうど上の花びらをねパサパサパサっと揺、えー、するんでこんな感じで綺麗ななのか取れるというえー ちょうどいい位あるんすよ、ね。ちょうど絶妙な位置にあるんでね。そう、あの、電車だとね、あそこにあると問題になりますけど、あの、機動車なんでね、えー、できる、実、え、は、ー、技だったりしますよね、と、えー、言った感じですね。えー、とかがありましたね。 別に見てもいいのか自分の動画だから自分の動画自分のチャンネルで見返すんだから別に許可取りもいらねえからね。えー、ち、え、や、ー、っとね、こういうのとかもね、みたいんで、ね、まあ、と、ケトロ,ロとかもありましたけど、うん、まあ、基本的にただ、えー、この、 再生数が伸びるショーツと伸びないショーツの差は、今のところなんか、ちょっとまぐれ感があるというか、いまいち読み切れてないですね。あどのシリーズ、あのなんて、みんなが知っている定番品なのか、それともあご当地もの設計が伸びるのかとか、いろいろとね、探っては見てるんですけど、なんかもう全くハットランダムですね。 やっぱコメントがついた動画とかいいねが多くつけてもらった動画がやっぱ伸びやすいのかなというところはありますね。で、なぜか満腹屋だけをずっと再生が入るっていうね、えー、形ですね。ずっと入るか、そう1400人になったんで、これがね、えっ、ー、とね、そう、実はお,おかげさまで1万再生を突破しました。ありがとうございます。とにかくこれだけはね、ずっと再生が入る。なん なんかね、不思議なことにずっと再生が入ります。ありがたいですね。またこれはちょっと満腹や食べに行かないとな、というところですね。まあ、あの、夏休み期間はね、もうちょっと、あの、とてもじゃないけど、あの、近寄れる感じじゃなかったんでね、えー、人多すぎてね、えー、まあ、うちらはね、えー、いや、まあ、それなりにね、近い民なんでね、えー、別に、あの、そんな、 ピークのところね、狙って、えー、行く必要もないんで、まあ、日帰りで行ける距離ですからね、頑張りゃ、全然日帰り、でも、頑張らなく、別に頑張る必要はない。えー、夜にちらっと行くだけでも、でも別に、あの、さこの前みたいにね、出来やんことはないところなんでね、えー、またちょっと行って食べたいなぁと思いますね。まあ、深夜までやってますしね、こっちの田の方は。で、えーっと、何だったっけ。 ¡ eh! っていう感じできてますねあ。今日のね、これ238いってるね。えー、って感じですね。まあ100はね、ショーツは100超えてほしいかなっていうところで、えー、200、300っていう感じが、えー、いい感じで解いてきてるかなという感じで。まあやっぱショーツである程度、えー、再生数をね、稼いでい、えー、くっていうのが一応、えー、セオリーになってきそうかなとい、えー、った感じですね。 えー、ちなみにですので、それで全期間で見てみると、えー、35万再生をおかげさまで超えましたよということでございますね。ありがたいことでございます。えっ、ー、とね、詳細出たっけ詳細は、えー、35万、どういうこったっけえっ、ー、と、35万4220再生ってことでね。 えー、行きましたで久しぶりに、えー、満腹やるんねとかね、えー。これで3個目ですね。えー、1万再生いきました。これは、これが一番なんか、じわりじわりと粘ったかな、えー、という感じでしたね。他の動画と比べるとね、えー、というところでしたね。えー、まあ、やっぱ全体的に再生がぽろちょろちょろちょろと入っていただくんでね、ありがたいところでございます。 ええー、と、ということでございます。ただ、あの、満腹やから別に登録者数は増えてないっていうのも面白いデータですけどね。ええー、っていうところだったりしますね。というところかな。よいしょ。前期間だとそんな感じですね。まあ、再生時間だけで見るとっね、再生回数あの、一時期あの、あの短いそのエスカレーターの動画が、えー、10秒、20秒ぐらいバーンと行ったんでね、再生数で行くと、ここにちょっと山はありますけど、 っていう感じですね。登録者で見ると、まあ、常に、常に単合をずっと繰り返してまして、一番増えてるところで、こう、えー、プラス4、1日4人がね、最高記録ですからね、えー、そう考えると、まあ、あ、そんなにやっぱし、どんとどん増える、えー、感じではなく、ずっと来てるっていうのが続いてますよ、という感じでございますね。 あれ一人増えたありがとうございます。今449になりましたね。あら、リアルタイムのところ変わりましたね。あら、ありがとうございます。と、えー、いうことでございますね。まあ、なんとか2万再生オーバーでね、えー、1日3本投稿になるんで、ショーツの数が1本減るのか。で、えっ、ー、と、ロングも、えー、サブの分がね、1つ減りますけど、 まあそれはね、多分再生数にそこまで影響がないのかなというところがありますんで、このショートがね、どうしても投稿本数が減るんで、その分をね、アベレージでなんとかカバーしたいなというところが見えますと、えー、いうところでね、いつもだったらね、大体この辺りでね、えー、じゃあ、えー、これぐらいでねっていうところだったりするんですけど、ちょっとね、えー、のんあのこの辺りをね、見てきてね、えー、ちょっと見過ごせないコンテンツがもう一つ出てきました。 えー、それがですね、TikTok ですね。えー、実はね、8月からだったっけ、えー、要はショーツ動画をねバーッと増やして出したよということなんで。えーじゃあ まあ、冷静に考えたら別に TikTok でも出せばいいやと思ってたんですけど、TikTok はね、あの、タイマー予約とかがね、なかったんで、うーん、リアタイでね、その、うちがね、別に朝のね、夕方5時、6時にね、終わってね、えー、6時とかにね、えー、普通に帰ってきてね、毎,毎日帰ってきて、えー、夜の投稿ね、そのままリアタイで、ポチッとできるんだったらね、別にそんなにやってやろうかなっていう感じになるところなんでしょうけど、まあ、 うちの場合は、その時間に働いていることもあるということで、リアタイにね、なかなかできない。これ、プレミア公開にも言えるんですけど、YouTube の。プレミア公開するんだったらね、やはり本人はね、待機しておかなきゃとっていうところがあるんですけど、そのね、夕方の8時にね、ほぼ50%ぐらいの、ほぼ50%の確率で、私はえと家にえ入れないというか、そういった配信できる環境にいないというふうになってしまいますので、ちょっとそれはね、 9時や10時にずらしたらいけるのかなっていうわけでもないんで、えー、仕事中なんでね、ちょっと無理なんでね、というようなところだったりするんで、やってないっていうのもあったりするんですけど、同じような感じでね、TikTok も、えー、その、えー、時間合わせてね、バシッと、えー、できないなっていうところだったんですけど、実は TikTok も、あの、ちょっと前にもうタイマー機能がついてたんですね。私ずっと気づかんとやってましたんで、あれだったんですけど、ていうことなんで、そのタイマー機能を使ってやるぞということで、TikTok も、えー YouTube のショーツとね、えー、セイム配信でね、えー、原則セイム配信でやるような形にしてあります。もう一回ちょっと時間設定ミスって、えー、ちょっと間違って時間に出るやつもあるかもしれませんけど、原則はセイムタイムで、えー、今ね、0時と10時にショーツを投稿してるんですけど、TikTok も同じ,く同じ動画ですね、えー、同じ内容の動画を、えー、0時と10時に更新をしておりますと、えー、いうのがですね、 こんな感じになってました。8月のデータが。えー、なんと、再生数がね、えー、2万7000ということでね、グッド545サブスクライブ。あの、チェックできる項目がちょっと、あのやっぱり他のところと違うんで、えー、この密に,になってますけど、えー、登録者が42人増えて、えー、再生がね、2万7715ということで、あれ意外といいじゃないかという数字なんですよこれね、ちょっと裏がありまして、えー、実は TikTok のデータが、えっ、ー、とね、ちょっと とビジネスツイートここだったっけなでえっ、ー、とようようとかよう見れるんですけどえー、実はねあのこのデータえっ、ー、とねこんな感じでえっ、ー、とねなんかねあの設定変更の間にあいでね8月のえっ、ー、とね19日より前のデータがないんですよここでもあの再生はあっ たたんにはあったんですけどね、えー、そこのデータがなくて、えー、急にここからねとか増えてるんです、えー、それで、えー、2万2000再生なんですよど、ですのであの、10日ちょいでいってるんですよね、えー。ですので、今もね、実はね、週で1万再生いってるんですよ。えー、ですから、えー、とだいたい4週で、ね、計算したら、えー、っと今、あの全部が出てないですけど、えー 4万再生あとか28年のここの間がなくて一週ほぼ一週間分ぐらいなくて4万再生ぐらいいってますもんね、えー、っていう形なんで実は再生数が増えてるし遠いね数とかも結構ね稼いでるということでフォロワー数も実は、えー、パッと見てみるとねあれって 気がついたら一月も経たないうちに56増えてるんで、えー、これちょっとリアタイムの数字さっきの、ね、やつと違いますけど、えー、実は、えーそうあれですか、8月の末までは42だったんだけど、今またピラッと見たらね、月初めに見たら59枚増えてるっていう感じで、えー、今ね、えー、増えてきてます。まあ単純にね、の TikTok の場合はあの、えー、なんかフォロワー数が増えるイコール、視、え、聴、ー、回数が、えー、完全に正比例するというわけでもないんで、えー、なんか,なんか なんかねあれなところはあるんですよ。ちょっとあの,あのツイッター要素も強いんで、ツイッターのフォロー要素とかも強いんで、とりあえずポチポチみたいなね、えー、感じのやつもあるんで、そういう中で言うとフォロワー数は増えやすい、えー、傾向があるんですけど、えー、こんな感じで結構、えー、数字としては、えー、高い数字が出てきている。ただらどうなんだろう。その TikTok 的にはやはりちょっと丸の数が違う方のような計算になってくるのかなってことですけど、まあ、いいね数とかもね、結構わーっとついておって、あ、今回、このなんかキムチラムのやつがパッと伸びてましたね、えー。あ、でも再生数はそんなに伸びてなかったんだよね。この辺りもね、ちょっとまだ独特なので、ちょっと解析をしていく必要があるのかなというところはありますよね。で、えっ、ー、と、動画で伸びてるやつで言うとさ、 最多視聴でくとシューでこんな感じでこっちの方だと繊細性とかも出てきてるんですよね。28日間で。だったらもう繊細性がポン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 と、ポン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 とあるという形になってるんで、うん。なんかね、えー、いいですよね。結構シェアとかもね、していただいてる方も、えー、いらっしゃるということで、ありがとうございます。ということでございますね。えー、こっちの方もですね、ちょっと動きとしてはちょっと追っておこうかなというところです。で、 だから TikTok に注力してやると思うと、やはりね、データとか見て、とか他の人のね、やつとか見てると、1日4本投稿はマストっていう感じがあるんですよね。うん、まあ、ショート動画なんで、その、完全にロングとね、違うし、まあ、うちのところだったら別に、技術的にはね、えー、あれ、あや技術的には、まあ、別にタクトを組めるんですけど、問題は、えー、うちもくもくなんで、1日4本 以上ね、弁当を買って食べるという、えー。しかもあのし、ねあの、職場の休憩とかね、そういうところが、ね、ではで,できないですから、えー、そのあたりとかね含まれてね、うん、やると、えー、実質1、えー、食で、えー、食べないといけない。なんで、なんか続けてくるのはあれ,あれです、単純に弁当3個とか買ってくってるんですい、1回の撮影でね。で まあこれは単純にまあ私の問題ではあるんですけどあれ弁当3個食った後に夕飯食ってるんですよ。撮影なんで撮影で食べたものを夕飯とするというと効とかいいのかなと思うんですけどそれだとなんか撮影のためにご飯を食べるみたいになるんでえそれだと夕飯じゃないよなっていうなんか,なんか引っかかるんで。 別で夕飯でまた弁当1個食ってるんですよ。なんでね、あの、毎日4個とか食ってるんで、ちょっとエグいことになってるんですよね。えー、体重的な意味でも、あの、エンゲル係数的な意味でも、まあまあエグいことになってるまあ実際はね、ですから、あの、弁当だけじゃなくてね、この、えぇ、ー、きつねうどんとかもね、入れたりとかして、してるんで、あれなんですけど、意外とそういう風景でも伸びるからね、あの、単純にあれですよね、これで見ても品目もね、スーパーさんして買った生姜焼き弁当に、えぇ、ー、きつねそばしょ。 まぁちょっとレアなやつが続くのかな。でえー、ただあの普通に作ってる冷凍スパゲッティに、えー、これもセブンイレブンのサンドイッチでしょ、うん、とかっていう感じでねあね、単純に多めですね、うんん。何が伸びやすいのかっていうのがよくわからないんで、まあ、とりあえずパッと食ったものをね、揚げていくというような形になっていくのかなというふうに見ておりますと。 いったところでです、ね、まあで結果的に一応プロフィールごとあってみてみると、累計だとですから、えー、262フォローということでね、えー、増えてきてるんで、なんかそのうち多分、うん、このままだと、あの YouTube は抜かれそうな感じがあるんでね、ほ <laughs> ととと言っていい感じですけど、多分、いいね数はすでに、すでに抜かれてるんじゃないか、1600ってやばいと、っ、え、て、ー、いう感じだったりしますんでね、まあ、このあたりもどうなっていくのかですね。うん まあちょっと、なるべくね、積極的に、この辺りも仕掛けていってね、できるだけのね、ことをやってね、なんとかね、対応していきたいなというところですね。で、収益化のデータで見てみるとこんな感じで、今449まで来たんでね、これがもう、まあ、ちょいですね。 えー、あれあまだ半分いってないってのところなんですけど、実はあのこっそりこれがちょっと大事なんですけど、あの再生時間、総再生時間は2112ということで、ついに折り返ししを超えました実はこっそりね、えー、超えてきていますという感じなんで、まあ、ただ難しいのは今はね、365日間ということなんで、うちのところもね、あのヘッ 減ってく部分もあるんで、累計計算から、ね、減ってく部分もあるんで、もううちは長いことやってますからね、長いこと。YouTube ももう長いことって言っていいのか。5年目だもんね。2019年の1月からなんで、冷静に考えてみたら、え あの最近ちょっとホロライブ計算でやってるんでね、あれなんですけど、結構ね、見るやつも最近ゴロッと変わりましたね。最近結構配信見るようになって、ホロライブ、ホロライブメインかなうん、ウイママとかも見るし、ウイママスバルスバルウイスバがメインっていう感じで見てますけど、うーん、結構、あー、西さんとかもちょろっと、 見ますね。あ,あと、七種だとねるちゃんとかか。ね、あのー、新規見とったんでね、そう、すごかったそのね、新規のね、終盤とか、終盤とか、もう、あれ、オーダス、もう、計算、ええー、ってね、うん、あれはもう、うん すごいことになってましたからね。っていうのがあったりしたので、あれだとかね、思ったんで、えー、最近、ちょっと今月に関して言うと、特に新規のセミファイナル、ファイナルがあった兼ね合いで、えー、結構他の、えーえー、そのホロ以外もね、えー、あれかなっていう、えー、見とったかな。あれもホロさんも見てたから、結局、なん相対的に見る、あの、V の見る比率が圧倒的に増えましたね。前はもう、あの、 未来あかりちゃんをね、えー、が、まあ、毎日更新でもなかったね、動画が。毎日更新でもなかったね。まあ、出たら見て。で、まあ、オメシス、ポコピーとか見るね、っていう感じで。まあ、そっから、えー、未来あかりちゃん卒業で、まあ、ポコピー、オメシス、えー、オンリーっていう感じなね、えー、ところだったんですけど、まあ、あの、YouTuber の方はね、見てましたからね。東海さんとかメインで見てたんで、あれですけど、何回かで、えー、すっかり、えー、すっかり、 一回気がついたスバルの、えー、アーカイブ、アーカイブ見たりとかしてますからね。あれという感じですね。なんか気がついたらね、なんか気がついたらなんかウェハースマリムになってますしね、そう。え <laughs> とかがあったりしますね、という感じでございますね。うん。ですので、そう。あの、ホルライブでいくと、2019年の1月だと、えっ、ー、と、3期生はもうデビューしてるか。どんなあたり そんなあたえっ、ーと,えー、と、ちょっと見えたら、チャンネルから見たらいいか。えっ、ー、と、マリン戦長、3期生でマリン戦長ですごいうのマ前に出てくるんですもんね、もう。えぇ、ー、で、いつ、2 0 1あ、7月かあ、ってことは、よりは先なんだ。YouTube でも。あれ 2期生が2018年の夏とかだよね。えっ、ー、と、スーバルスーパ登録チャンネルとか多いですかね。サルちゃんとかが同じ。あ、もう9月か。そっか。こっちの方が早いんだけど、渋原さんとかもうちょっと前からやってもね。うん、2018年とかでやってるから、あれだけど。 そうなんですね。えっ、ー、とね、日産時だとちなみに、あの、ほぼ同期が、えっ、ー、と、軍藤美礼さんだったらしいですね。えー、なるほどなと。えー、な,なんか、なんか納得をしましたね。っていうとこがあったりしましたけど。あのね、1週間違いとかだったらしいですね。デビューが1月、2019年の1月で、えー、っていうことだったらしいですけどね。で、夏ですもんね。ソスバとか2018年の夏で。 まさるくんと、あ、まさるかとかはや早いか。18年か、そっか。ちょ、んっとから、えー、っと、どこら辺3期生じゃね。2.5期生ボタン。あーっと、だから、んー、じゃあうボタン4期生だから違うな。えーっと、ミヨシャミヨシャとかくらいとミヨだけに出るんだよすごいな。うん。すごいよな。うん。こ,この影響力。12月だから、そっか。 大体、ゲーマーズのデビューの後ぐらいなんか、えー、そっか、あの、この時はリアタイで追ってなかったですからね、うん。あの、その V を見たのも、未来あかりちゃん見てたよって言っても、その未来あかりちゃんの出始めの時から見とったんじゃなくて、あの、GT のね、プロジェクトで、最初に見たのなんだっ,たっけ、GT のプロジェクトやってたじゃん。 ないですかパシフィックさんのね、ところでやっておって、えー、まあ、元々 GT をずっと見とって、最近ちょっとね、GT、あ、そっか、その分 GT が見えてないんか。確かにな、これはちょっと立川さんがね、引退っていうのでね、ちょっと、あの辺りとか見に行ってましたけど、そうや、その時結構、チームのね、あの、 メンバーとかがわとかってて、全あの、セルモンはね、もうずっと一緒だったんで、立川さんと石浦さんでね、ずーっと一緒でっていうチームだったんで、あそこが変わるんかと思ってね、改めてパッと見た直した時に、そういや、だいぶ変わっとったなというね、えー、ことにね、改めて気がついてね、あ結構結構変わったなと思いながら、あの、パッと見た時にね、あの、36号車、あ36万万変わったとか、えー、37とか、えっ、ー、と、2、3がとかね、あの辺りとかが全然変わってなかったんで、なんかね、あんまり そんなイメージもなかったんですけど、ちらっとあ,のあんまりがっつりと、えー、最近ちょっと見えてねえな、な、な多分配信見てるからその分の時間と、あとまあ、投稿本数が増えてますからね、うちの、えー、編集時間も増えてますから、多分そのあたりの影響だと思いますけど、そうかそうかそうか、あと888本なんだ、三浦社、すごいね。うん なるほどね。というところになってきますね。えー、すごいですね。で、こね、片、えー、1億5600万ねあ。怪物中心でね。あれもそうか。あの、ホロライブは、あれだもんな。あの、歌がねの、伸びますからね。やっぱね、それは、あの、二つ星、ね、配信が強いだけじゃなくて、歌があるっていうのは強いですよね。やっぱね、そうすると入りやすいですしね。うん。それやっぱ、 歌が強いところはあのやっぱ強いよなと。まあ、二次三次もね、力入れとるし、だから何やかんやでリアクト、ね、あのー、レオナちゃんとか。何やかんやで結局、音楽は結局リピートで聴くんでね、うん。その辺りとかはやっぱしあるんでしょうね、というところだったしますね。単純にその再生数の数字のデータが上がるっていうだけじゃなくてね、うん。 えー、認知機会の獲得にもなるし、うん、結局、リピートで思い出さし,しにもなりますからね、そこがやっぱ結構あの、配信って結局ずっとやってると、なかなか全部をね、フルで、えー、全員ネットをね見ることはできないんで、まあ、筋肉とかも結構見たりするんですけど、うんえー、そうスバルスバルメインで追ってるよとかってね、今言ってましたけど、じゃあスバルの配信を全部ね、あの フル尺で見れるって,言ってるのかって言ったら、さすがにそれが難しくああ、でも、推しにもよるのか、スバルは配信頻度がすごく高いんでね、未まだにすごく高いですからね、えー。っていうところがあるんで、あれですけど。 あまあ、配信シーが低いところだったら全部終えるのかなどうなんだろうなまあ、うちのところはさっき言いまし、あ、た、ね、言ったとこなんで、またちょっとそのあたりが違ってくるのかなで、まあ、こっちがね、えー、仕事プラス動画編集とかもやってるんで、そう、動画編集のね、曖昧に流すのに、やっぱ雑談配信とかはね、全然あのいいんですけど、あの、なんて言ったらいいのあの、 BGM がうちね、ラジオ代わりにね、流せるんでいいんですけど、ね、ゲーム実況配信とかだとね、えー、特に、だから実況配信が上手い人であればあるほど、えー、基本的にはね、えー、ゲームの画面を見て楽しみたくな,なってしまうんで、えー、どういう風にな,なんだろうっていうね、やつか、まあ、マージャン配信とかでもそうなんですけどね。でもね、やっぱしね、マージャン配信とか見てても、あ上手いなって思う人は、あのー、 あのそいやう、うまい人はあいですけマージャンの,の,麻雀のう,うまいだけじゃなくて、その喋りのところでいくとあの、音だけでも楽しめる人ってやっぱ強いなあの私の環境だとね、特にその、動画編集しながらなんで、結構ね、音とかもね、うん、あの、がんざんと聞いて、ね、あのこっちの音のね、チェックもしないといけない。まあ、動画によっては音のチェック、そんなにいらない。あのショート動画はね、ですから、音のチェックなんてほぼほぼいらないやつにはしてますけど。 っていうふうになってくるとね、なかなかどうしても雑談配信とかをサブでね、流して、えー、スマホの方でね、流して、あのアップロードとか、あのこっちがあの通信してる間はもうあの、動画投稿ってめちゃくちゃあの光回線でももうパンパンに使うんで、えー、基本的にはその間は、えー、ネット回線は完全にもうそれで塞がっちゃうんで、で、携帯電話の回線の方でね、えー、見たりするんで、ですので、携帯電話の通信、 ギガスはえぐいことになりますけどね、どんなもんいってる、今。多分九9月も相当いってるよ。えー、っとね、どっかで見てるんだよな、管理。 あたえー、っと、<laughs> 直近10日で22ギガ使ってますね。 通信。<laughs> やばいな。やっぱ使うんだよな。そう。Wi-Fi 環境にないところで。で、家は Wi-Fi 環境を作れてあるんですけど、あのその Wi-Fi が結局その動画の投稿を、ね、とかでね、えー、もうやっぱ3回4ギガでかいと1 0 0ギガとかっていうデータをね、常にずーっとやりとりしてるんで、えー、そうなっちゃうんですよねっていうところがあったりしますんでね。えー、そのあたりとかもね、ちょっといろいろと。うん まあ対策しながらやっとるで、あれですね、というところですけど、何の話をしてたんだ先ほども忘れたや。とりあえずこんな感じで、まあ作戦としてはとりあえず今後も、ショーツ2本、まあ本当は3本4本上げたいところですけど、ちょっとね、なかなかそうもいかないえところがあるんで、でまあロングとの方でっていう形で、まあちょっと2足の技ありみたいな形にはえなるのかなというところがね、ちょっと懸念点ではあるんですけど、まあ 集中とか、そのショーツを4本投稿できる環境にできるんだったら、ショーツの方にね、えー、とかしてやってやるっていうのも低かもしれませんし、まあ、もしかしたらそのニコ動画に縦動画を上げるのってどうかなと思ってるので、結局ニコ動画の縦動画の方を上げてないんですけど、正直そこまであの投稿管理するっていうのと、ちょっとかなりえ投稿するっていう。 っていう作業だけでも、今でもね、投稿だけでね、毎日ね、ですからあの、8月はね、言うてね、自分で言うのもなんですけど、1日5本投稿してたでしょ ?5 本投稿した動画をそれぞれ3本、2本、TikTok に上げて、 ええー、ゆニコニコに上げてってやっとったで毎日10本なんですよ。ですからえー、とかえと、ー、千百だから300ええ165本上げたってなってますけど基本的にはえー、ほぼほぼそのままそのそれぞれ上げてるんで、えー、30030本一ヶ月でアップロードデータのアップロード をね、行ってるってなるんでね、これはね、単純に試行回数だけでね、えー、まあまあね、時間を食ってしまいますんでね、えー、ということで、こう下げますよね。というところとかもね、まあ徐々に、ね、タイムタクトとかね、管理して、まあ、ただね、ちょっと仕事がさらに忙しくなるんじゃないかってね、えー、予測も出てるんで、 まあ、そのだけで、ね、どういう感じでうまいこといけるのかわかりませんけど、なるべくね、うまいこといけるようにね、対応していきたいなと思っておりますんでね、またよかったらね、えー、うちのチャンネルのね、えーまあ、この動画はね、まあ、あれですけど、他の動画とかでね、あのちょっと気に入った動画とかね、ちょっと、えー、高評価とかね、あの、コメントでね、あの、全然賛否上の全然大丈夫です。あの、YouTube の方も、あのあの、よっぽど殺害予告とかね、あの、まずいやつでなければね、あの、 うちのところは、全然、建設的なご批判とかは全然甘んじてでもないのか、全然ね、入れてもらったらね、それでもね、また参考にはさせていただきますんで、そのたり、その判断、これは言われたけど、面白くないとかね、いろいろと言われてね、採用できるよねっていうところはね、あれねできるんで。 それを改善につなげていただくとき、まあ、大体の場合はね、えー、なかなかそうもいかないようなやつとかもあったりしますんでね、なかなかね、その、あ、言われたから、はい、これは全部できましたってね、えー、接客業とかだとね、それをやって当たり前っていうところがあったりするんだけど、なかなかそういうようなね、えー、ところがね、できない。まあ、それあ、ね、接客業出身だとね、もどかしいところではあるんですけど、まあ、とはいえね、えー、戦略性とか持ってね、やるっていうところとかでね、なかなか難しいなあというところでね、まあ、うちのところは、その戦略、 基本戦略としてはもう完全に、え、質より山量ってね、言ってますけど、え、量でね、打っていくぞっていうことでね、なんとかもうちょっと量が打てるようにね、対応していきたいなと思ってますんでね、まあいろいろと画策もしてますんでね、え、そのためにはね、まあ、に関して軍資金が必要なんでね、なんとか YouTube の収益がちょっと、ちょっと見据えたいな、正直言うと、うん、えー、さすがにね、ちょっといろいろと、えー、 生活厳しいなというところも出てきてますんでね、さらに増税なんて言われてますからね、えー、ふざけんないよという話なんですけど、えー、特に独身のこの世代にはね、かなり厳しい、あのー、増税の話だけで年金とかでもね、社会保険、社保とかもね、めちゃくちゃなあれになってますからね。ちょっとね そのあたりとかもね、やっていきたいなと思っておりますんでね、えっ、ー、と、何とぞね、えー、皆様の、えー、フォロワー、フォローやら、え、チャンネル登録やらね、いろいろと、えー、していただければと思います。ということでね、僕が言わね、TikTok の方には流れないですけど、なんかちょっと切り抜きみたいな形にして、TikTok の方にあげてもいいかもしれんけど、なんてことも思いながらね、えー、 そうか、別に喋ってると自分で切り抜きにしてしまえるっていう手もあるのか。そういう電気技術もありちゃありだな。それはありだな。うん、それもありかな。うん、そういうので1日4本当にできねえから。ちょっとそのあたりとも保を深くしてやっていきたいなと思いますの、ね、で、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画で結局1時間喋ってんの、多分ちょっと切って50、 1分ぐらいにまとめれてるのかな、えー、長い動画になったのかなと思いますけど、ね、今後ともよろしくお願いいたします。私が投稿を続ければ、の話ですけどね。まあ、以です。あの、9月いっぱいは大丈夫です。<laughs> 10月いっぱいも多分作れはしますんで、えー、それ以降はね、えー、山田さんがなんとか生き延びていれば、えー、できるかなという感じでね、やっていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ、今回の動画はね、これぐらいでね、締、えー、示させていただきたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。 最後ぐらい自分の顔にしとくうん、これもね。 まあそうだ、マイク変えたね、あれでしたけどね。そん1000回こっちで撮ったっけ結局なんか設定がうまいことで,できないことやってなかったっけまあそう。これはマイクなんかもあれですもんね。どっかでちらっと言ってましたけど。あの、これ収益のね、えーや、やニコニコ動画の収益のやつでね、えー、実はアマゾンのやつに変えて、それでね、買ったりとかもしてます。あの、そんな感じでね、まあ言うて、えー、動画でね、まあ全部じゃないですけどね、こんな感じでいろいろと、えー 改善にね、つ、え、な、ー、げていけたらな、いいかなと思ってますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今度こそ進めましょう。ご視聴ありがとうございました。カメラ通っこっちだったね。そう、カメラの位置変えたのよ。そう、あの、前ね、立ってやってたんですよね。で、こんな感じだったんで、えー、ただね、カメラの、あそう、カメラをもっと上に置いてね、やったんですけど、そう、ちょっとカメラの位置を変えたんですよ。あの立ちながらね、やる。 とねあれなんですけど、あのー、やっぱちょうど弱弱なんでちょっと座ってね、やりたいなっていうところも出てきますんで、しゃべりに関してはね。だから作業に関しては立ち流れや,やりたいんですよ。あの立った方のやっぱあの作業効率上がりますんでね。えっていうところで、えー、ただね、これに対してね、こっちの、えー、スピーカーのマイクだと、あのカメラについてるマイク、前はずっとやってたんですよ。これだとね、音ちょっとカピカピなんですけど、えー、音質はこっちの方が悪いんですけど、あの指向性が広いんで、あの立ったり座ったりしてもね、全部拾って くれるんですけどね。こっちのマイクはね、音質がいい代わりにちょっと指向性が、あの、えー、単一指向性って、えー、とかって言うんですよ。こういうの。要は、えー、縦のここの位置はすごく広うんですよ。こういうこのマイクね。こうやって喋るとどうですか。だいぶ聞こえやすくなってるんじゃないでしょうか。えー、ボソボソでもね、聞こえるよ。うんうん。で、まああのウィンドあれがついてるんでね。多少、えー、くっつくかなぐらいのところで喋ってもね、全然ね、多分音割れはしないんじゃないかなと。 思うわけけななんですけどね大丈夫かな怪しいなちょっと怪しいなちょっと声がでかいですかね、山田さん、えー。ただね、これがね、ちょっと横に入ると急にね、これ小っちゃくなるでしょ。小っちゃくなるでしょ。これがね、単一指向性マイクというやつでございましてですね、配信で使う人は基本これを使います。周りのノイズを拾わなくなるんで、こっちだり周りのノイズ拾うんであれなんですけど、ただ一般的な、だから、あの、 え会社で使うリモートミーティングとかね、リモート会議とかのミーティングとかで使うのであれば、こっちの方のが、えー、音をね、全体の音とかもね、全体会議してる人、2対2とかのでしたらさらにね、もうこっちの方がいい。こっちのマイクだと思うと、横の人の親とかね、拾わなくなっちゃったりするんで、えだから配信者の人はどうしてるかというと、この単一指向性マイクをもう一人渡して、2本 LINE で繋げるというようなことがね、やっとってね、昔はね、結構大変だったんですよね、それをしようと思うと、あのー、 つなげれるアンプとか、それあたりのやつも、デジタルアンプみたいな感じのやつが、まあ、2000、3000円とかでも安いのがあったんですけど、ちゃんとした機材でしようと思うと、それだけでもまた2、3万円、4、5万円ああ、高いと10万円以上、それだけでね、するようなやつとかもあったりするんでね、結構ピンキリなんですけどね、音源機材周りは本当そうですね、いやまあ、安く済ませようと思ったらだったかなっていうところだったりするんですけど、最近はもう USB でね、全部つないでデバイス設定、OBS で ね、あうちもね、これ OBS 使ってるんですけど、OBS でね、えー、全部設定してやればね、えー、できますあ、これをね、そのマイクのデータのやつを Discord の LINE に書いてしまえばあのよ、よく言う、あの、 みんなでね、あのわーわー配信やっててっていうやつあるじゃないですか。マ、ま、ジ、あ、配信の中でもね、よくありますけど、リモートでそのつないでやってるようなやつ、あの、突、電てなんかもそっちの方のシステムかなっていうような感じでね、やつとかもあったりしますのでね。まあ、その辺りとかもね、うん、っていうところとかがあったりするので、まあ、こういうのもね、いろいろとね、できるのがね、いいのかなというところでね、あれだったんですけどね、まあ今日、このね、マイクにでね、まあ結局、まあ、こっちの方のが結局やっぱしいいのかなってことでね、まあ、こっちのマイクもね、使 でまあ今後は配信をねこんな感じでねちょっとやっていきたいなとおんすけど準備がに関して整わないね本当はね今ねちょっとそう新規とか見とった感じの間でちゃんとまあやりていなーと思ってるんですけどいくとか問題が出てきましてえー、まあ30その時間があとえー、えー 取れんぞ取れたところで夜中の3時とかだぞ。夜中の3時から1時間、なんかわけのわからん、くっそ下手な麻雀を打ったところでなんなんやという話ですからね、えー、見てそうしかないです意外とその時間ね、あ,のはあの俳人の人たち結構動いてたりするので、<laughs> 余計厄介ですしね。で、えー、そのや、ね、つはね、スマホとかでもねできないかなと思ったんですけど、どうもね、うちのやつね、1回インストールしてみたんですけど、強制終了がねあまりにもかかる 半ちゃん打てない、うん、トンプー戦も無理っていう感じでね、あのー、コム戦でね、あんまりちょっと動かして見てたんですけど、あのー、ですから、団員戦じゃなくてね、団員戦っていうのはいわゆる通信体制なあですけど通あ、まあえっと、コム戦も原則その通信体制のシステムになってるんですけどね、えー、友人戦のやつをコムに変えっていう形でやるんで、ちょっと独特なんですけどね、その辺りは。えー 一般的なマージャンのアプリとはちょっとその辺りが違うかな。もう完全に通信対戦を、いろいろな形で通信対戦を楽しむという前提の作りになっているので、あれなんですけど。<laughs> ねえ、でねあれかなと思ってたんですけど、まあ、ですから、まず、あ、ちょっとね、やりたいのはやりたいんですけどね。そう、あの、プライベートでピチャッとできる環境がひきまない。あの、ですから、あの、 で先のところとかでもね、ちょっと今できないっていうのがね、あるんで、あれだとちょっと厳しいよなっていうのがね、あって、どうしたもんかなっていうのをちょっと対策考えながら、とりあえずストックでね、取ってあるやつをどんどん出してね、まあ動画はまあいいんでね、優先順位としては動画、ロング動画を優先順位一緒で、2がショート動画になってくるんで、で、インが、 いや3位がニコ生のニコ動のオリジナルコンテンツを作るのか、ここになってくるのかというところですけど、も完全にこの1位、2位でった、もう完全に無限時刻で吸い込んでいってますからね。何してね、編集予定時間が、えー、もう今動画を撮影してあるやつだけで、ロング動画の、ね、撮影してあるやつだけで、えー、編集にかかるではろう予定時刻が100時間近くになってますからね。ちょっとまずい。 さすがにね、あのね、処理が追いついてないのにいや、なんか新しい動画ね、思いついて取りに行っちゃったりしちゃうから、一向にストック減らないから、いや、一回ちょっとどっかで打ち止めにして、出ないといかんせんきついとかも全然狂っちゃいますからね、えー、そのあたりとかもちょっと考えながらね、うまいことできたらなと思っておりますよということで、止めたところから何か間や話してるんじゃないか、いいか減ダメだ、締めよう。本当にこれ1時間動画になってしまってるんじゃないか、まずいなということなんで、そろそろ締めたいと思います。 今度こそめめますよ。ちね、ね。ビシッと締めようとかあの思い出してくださいあの過去の動画をね過去の動画なんだっあったね5分で何だっ,たっけ5分で話すあのまとめることをね何でもね,やっぱね話してね5分以内にまとめるというのは非常に大事なんですよあの YouTuber は昔伸びとったとのも結構その5分2分3分の動画が多かったっていうのもあると思うんですよねうん。 その中でね、そのね、1時間もトクトクと話をしたところでね、視聴維持率は下がるし、えー、何もね、いいことがない、えー。皆さんも時間の無駄をね、過ごすだけなんでね、あの、ぜひ、あの、誰か切り抜きで、うまいこと作っとい、10分以内にまとめて、どうせ話してる内容なんてね、1分にもみたない気がするんで、中身は。うん <laughs> っていう感じなんでね、なんかうまいことまとめてくれる人とかもいたらね、あのー、ぜひね、あのー、あのうちのところ、あの、動画の元データとかね、あの、渡せますよとかっていうサービスもやってますんで、YTPP っていうね、サービスもやってますんでね、そっちの方も見ていただければと思います。そうニコロの方がね、実は、えー、そのあたりのところで、ちょっとさあの最近仕様変更がありまして、あのー、その二次仕様とか、どんどん使ってくださいっていうやつを奨励する、えー、サービスができたんですよ。えっ、ー、とねー、 クリエイターサポートツールじゃなくて、えっと、なんだったっけな。えー、っとね、これでね、えー、っとね、コンテンツツリーじゃなくって、んーと、どこで見れるんだったっけな。サポートツール、えっと、収納窓口じゃなくて、 動画自体のページから言ったらいいのかなよいしょ。えっ、ー、と、動画自体のところで、どこだったっけななんかできるんだよなえー、と、これかえっ、ー、とね、どこだったっけな収入を得る。コンテンツツリーだったっけ違うな。 あそうライセンス登録、これですね。ライセンス登録とかっていうような感じで、いろいろとやれたりで,できるらしいんですけど、これ、あの全部、あの再入力でね、えー、1から、えー、入れないといけない、えー、ようになってるんで、えー、ちょっと1700、ん ?1400。1, とええー、やるのはね、ちょっとすいません、さすがに、えー、手が回らないんで、あの、ね、あの、概要欄に書いてあります、あの、親子登録っていうのがあるんで、ニコ動の場合、あの、ニコ動で、えー、投稿ね、していただいてる方だったりしてると思いますが親子登録とかっていうのがあるんで、それで、ね、あの、パシッと登録はしといてもらえらもう全然、あの、ニコ動に関してはもう、すべて OK、万事解決っていうようなね、ええー、感じでやってますんでね、えー、今月、ふまあ、えっ、ー、と、いわゆる、えー えっと、えっ、ー、とね、昔、ニコトー界隈で結構使われてた言葉で、コピーレフト方式のね、えー、感じでね、えーちょ、基本コンセプトはそっちに近い形でね、やっていきたいなと思ってますの、ね、で、どんどんねぜひ、ぜひ作っていただければ、実験台に使ってもらったら全然大丈夫なんでね、見てみろ、それだけの話でもう1時間10分だって、まあ。 バカバカしいことをやってますからね。という感じでね、こうっちの方とかもよろしくお願いいたします。えー、言いたいことはいろいろ言ったかな。まあ、そんな感じですね。<laughs> これでまだ言いたいことを言いたいってないのかってね、まあ、喋り足りないよ。喋りたいんだよ。本当はね、毎日ね、3時間とかね、配信やりたい。あの、個人的にはやりたい。ただ、あまりにもね、えー、時間とニーズと、えー、私の、えー、今日、えー、タイムタクトと何もかも変わってないんで、あれなんですけね。別に喋ることはね、喋れますからね。とはいえね、 ちょっとね雑談ネタがね、あ、でも今日できたんだ、あのダブに送ってきたんだとかね、そういうのもあるんでね、結構雑談ネタはねえ、引き出し難しいね。あの、増やし,、ね、増やしにかかるとその分喋り時間が長るし、えー、とはいえ、この編集とかでわーってやってるとね、その引き出しを増やしに行く時間もない。基本的な三30作業とね、さ仕事もね、 まあまあいろんなことが、ね、起こりますけど、当然喋れないですから、守秘義務があるんで、喋れないネタでしかないんで、えー、ってなってくるとね、あの、 動画の雑談とかに使えるネタがどんどんなくなってきて、レパートリーがなくなってきちゃうので、難しくなっちゃいますんでね。そういうところとかで、本当はオフに出かけるとかってね、もう一切カメラを回ージに出るっていう時間もね、えー、作っていくとね、本当はいいんですけど、本当にそういう時間が、まあ、でもあっさったら、今、動画の、ね、編集が優先順位が高くなってしまってるんでね、なかなか難しいなぁと思いながらね、やっております。まあ、そんな感じで大事ですね。えーまあ やってますんでね、どうかよろしくお願いします。あの、本当にあの、編集とか、あの、いろいろと、あの、再、ね、切り抜きとか、えー、いろいろとや、やりたいなっていう人がね、言ってくれたら、全然、あの、声かけてもらったら、全然、あの、やけ方の,のサポートとかはね、全然やりますんでね、ぜひ、いろいろよろしくお願いいたします。勝手に寄っ,ってもらって大丈夫です。あの、一報いただいたら、こっちの方から、さらに共有とか、一応、書けますんでね、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はね、これぐらいで、めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 本当に今日今コツ切るよ。何回言った？このセリフに本当に聞、はい